なんとか大丈夫だ。ああやだな、なんかここ気味悪い、背筋がゾクゾクする。リラックスできるように優しくしてやろうか。コテージに着くまで取っといてよ。大丈夫？うん、危なかった。ここにいるのは危険そうだな。ねえ、早くここを出ようよ。希望の光だ。じゃない、大統領並みに立派なもの想像しちゃってた。ベッドルーム見たら驚くぜ。へえ、まさかのビップ待遇なわけ。ああ、エアフォースワンにでも乗るか。はいはい、それは選挙のために取っといてね。ねえ、望遠鏡、まずは森を見て、次に雲、そしてコテ。あ、うわ、どうした？コテージに誰かいる。どれ見せて。これは求愛に応えただけだ。わお、何でもありね。ああ、愛にあふれてるのさ。驚いたよ。ジョッシュの野郎、俺たちをここに送り出す前に片付けとけよな。マジ？なんだよ。あなたって意外と文句が多いタイプなのね。いいアイディアある？下がって、ネガティブ君。おい、おい、カッコつけかよ。ねえマイク、顔に何かついてるよ。ほら。ああ、そう、そういうことするのかよ。ジェス、ジェス、
つけるの手伝ってくれないか。私お風呂に入るとこなんだけど。そうか、なら風呂入るの手伝ってあげようか。ナイストライね。なんなの。ねえジョシュ、あなたの別荘なんだからお湯の引き方ぐらい分かってるはずよね。それじゃ観客のお二人さん、君たちに提案がある。何？いいか、俺の記憶が正しければこのでかい家のどっかにウィジャボードがあったはずだ。何それ。すごいや、あのウィジャボード。ただの迷信だよ、何も起きやしない。なことないさ、いつもやってたんだから。俺とその。ねえジョッシュ、お湯が全然出てこないんだけど直すつもりはあるの？ああ大丈夫だって、ボイラーに火をつけりゃいい、地下のやつ。よし、二人はウィジャボードを探してきてくれ。クリス、探しに行こう。なんか宝探しみたいじゃん。うん、わかった、行こう。いいね、後で感謝しろよ。君も一緒に来るかい？アシュリーをわざと組ませたの気づいたか？二人の時間が必要なんじゃないかって思ってね。あの二人超お似合いなんだけどな。今頃うまくいってるといいんだけど。ほんのちょっとだけでいいんだ。ほら、一緒になるものを与えてさ、思わずお互い抱きつくような恐怖とか。このまんま放っとくとクリスが来る頃には老人になってるだろう。なあサム。何ジョッシュ。言いたいことがあって。あ、何？みんながここに戻ってきてくれて本当に嬉しいんだ。特に君が来てくれたことが。ジョッシュ、友達でしょ。ねえ、いつだって力になるから一緒に乗り越えようよ、みんなで。ああ、楽しんでくれればいいんだ、だろ？足元気をつけろ。このくらいの階段なら全然楽勝だよ。そうか。地下に引っ張り込んじゃって悪いな。ああ、お湯を出してくれさえすれば超ご機嫌になるから。まあ、一人でここに来させたりはしないよ、だろ？確かに、なんだか気味が悪いしね。ああ、一人で来る場所じゃない。なんでこんなところに？ジョッシュの？ああ、いつも親父と野球をしてたんだよ。親父が
忙しくなる前の話だけどね。ああ、慰めの言葉はいらないって。じゃあ俺は給湯器が直せるかどうか見てみるとするよ。ねえ、これ持ってくれる？今のは？今のって？なあ、手元が見えるよう照らしてくれ。やったな。それよりこっちが先だ。ボイラーに火をつける前に水圧を上げないといけない。なんだか難しそうだね。いや、すっごく単純さ。やったな。ハイタッチだ。よっしゃ。何今の？何がいてもおかしくない凶暴な奴らが。ねえ、やめてよ。ただの冗談だよ。お前マジでビビってただろ。ビビってなんかないって。そっか、なんとなくエアロビしたくて飛び上がっただけだもんな。わかった。実はあなたも怖いんでしょ。え、まさか。ほら、顔が真っ青だよ。おい、やめろよ。ここに来るのはもう慣れてるし、ここはいろんな音がするんだ。古い建物はたまにゲップしないとだろ。ねえ、あなたも聞こえてるよね。ジョッシュ、なんだ？なんかリズムもやけに規則的。え、そうか。全然そうは思わないけど。元の正体確かめた方が。なんで？もしパイプが壊れてたりボイラーに問題があったりしたらどうする？ないね。私なら自分のせいで火事でも起きたら嫌だけど。まあ確かに。オッケってさ。ならばって、せっかくだし使わない手はないじゃん。は？冗談でしょ。あなたもグルだったわけ？いや、そうだったらよかったけど。最高だ。じゃあちょっぴりこのバカないたずらが面白かったって認めてあげてもいいかな。天才だろ。ちょ、そんなこと言ってないし、バカだなって言ったでしょ。やっぱりな、怖かったんだろ。認めろよ。いや、違うって。どうせちびったんだろ。ジョッシュ。ねえ、ちょっと一体何着てるの？ついに天職を見つけた。うん。